マナの事故から3年。おい、いるか？決めたぞ。この子で行く。履歴書だ。決めたんですね。でも履歴書はいいです。面接で判断します。そうしたいなら止めないが。間違いなく、面接の時に腰抜かすからな。覚悟しとけよ。三枝さんは、この星見プロダクションの社長だ。東京の大手芸能事務所、バンプロダクションから独立。そしてこの星見市に小さな事務所を立ち上げ、マナを発掘した。それから、今度の新人だが、すべてお前に預ける。お前もそろそろそういう時期だ。じゃあ、後でな。マナのためにも新たなアイドルを育て、いつか再開されるネクストヴィーナスグランプリで勝とう。三枝さんと約束してからもう3年だ。なのに、なんであなたはここにいるんですかね。顔を近づけるな。いいでしょ、どうせ幽霊なんだから触れないんだし。ほら、キスキス。あのな、聞いてただろ、午後から面接なの。退屈。まったく、最初にお願いしてきた時はあんなに首相だったのに。それ言ったら、君だってあの頃はかしこまって話してたでしょ。あれは気を使ってたんだよ。あ、赤くなってる。恥ずかしいんだ。うるさい。ということは今お互いやっと普段の自分でぶつかり合えているわけだね。相変わらず可愛い。俺はすでに22歳だが、マナの姿は死んだ時のままだ。俺は昔のマナの方が好きだったけどな。ひどい。素顔のトップアイドルだよ。レアでしょ、レア。そりゃあ最初に幽霊として現れた時は驚いたし嬉しかったさ。でも考えてみたら俺だけに見えてもどうしようもないというか、むしろうるさいというか。ひどくない？死んだ霊がやり残したことがあるってわざわざ会いに来たんだよ。そのやり残したっていうのは、あの決勝のステージに立つことなんだろ。そりゃそうでしょう。あれだけかけてたのよ。あのステージに立たない限り成仏できない。アイドルは鼻息出さない。いいでしょ、誰も見てないんだから。でももう3年にもなるんだぞ。仕方ないでしょ。決勝は結局中止になっちゃって、その後はグランプリ自体開かれていないんだから。とは言っても、たとえ決勝のステージがあっても幽霊じゃ歌うことはできないぞ。だから言ってるでしょ、君が育てたアイドルが決勝のステージに立って、私がその隣で一緒に歌えれば。それで本当に成仏できるのか。それは神様じゃないからわからないけど、でも私の気持ち的には満足かな。マナのためにも、この街から誕生した新たなアイドルに、マナが成し遂げられなかったことを成し遂げてほしい。だからこうしてオーディションを開いているんだ。頼んだからね。はいはい。独り言？何かずいぶんブツブツ聞こえてきたんだけど。春子さん、いや、何でも。現れたのは佐伯春子さんだ。この星見プロ最初のアイドルの一人で、今年で20歳。アルバイト時代の俺を知っているから、やや砕けて話せる間柄だ。新人さん、今日来るのよね。ああ、わからないこともあると思うので、何かあったら教えてあげてくれますか。はいはい。またそういう役か。ま、嫌いじゃないけど。でも新人が入ってくるってことは、私もそろそろ考えなきゃいけないかな。アイドルとして所属していながら、私最近お茶組ばかりだしね。そりゃあアイドルとしての仕事がなかなか。すみません、事務所の人間として責任は感じてます。謝られると逆に落ち込む。大丈夫、やれるところまでは頑張るつもりよ。星見市は東京から1時間以上かかる小さな町だ。オーディションを開催しても応募者は20人程度。しかもその大半は本気度が足りない子ばかりだ。それだけに、決めたという三枝さんの言葉は重かった。じゃあ始めるぞ。表情は乏しいが、
人を引きつけるオーラがある。さすが三枝さんが選んだだけはあるな。永瀬琴乃です。俺は手元の履歴書に目を落とした。永瀬琴乃、マナと同じ名字か。そういえばどことなく目に面影が。ん？もしかして、まさか君、永瀬マナの妹です。